はい、丸目教授です。コナゴが終わりました。今年はね、300万おめでとう。300万ぐらい、はい、で、1年目が70万だから、あで、2年目が300万、だから結構頑張ったね。それでも全然、何層はいいんだっけ、全部で10層以上いるの。12ぐらいいる中で、下から3つ、4回、4つ目ぐらいじゃない、おそらく。だからそれだけみんな今年は値段も良かったし、ね、でけどね、6月かなりまくったんのか。6月だったら結構上位だと思うよな。6月だけで見れば結構多いって、もしかして3番目ぐらいには入ってんじゃないかな、6月だったら。それは言い過ぎじゃないかな。いやー、3番には入ってんじゃないかな、6月だったら。あ、そうわかんないけど。で、なんだ。いきなり回していきなり喋り出すから、もうなんかあります。何の話、なんかありますか。え、なんかありますか、今年やってみて。いや、なんかその去年70万で今年300万すごいでしょってやってるけど、得意のその何よ、なんか前年比前年比何パーセントよ、すごいわよって言うけど、うん、去年があんまりにもひどいからな。いや、それがいいのよ。だから最初はやっぱりダサいところから始まって、あまりにもひどい、まあ、1年目はしょうがないべや、何もともよ。一生懸命やった結果ならはいいけど、ね、いや、一生懸命やってる、去年は。いや、もう去年はもう完全にやる気なかったけど、なんで俺がこんなことしなきゃねえのみたいな。いやずっと。いや、そんな感じだった。うん、もう船立てれってやっても、もう足らねえんだ、この船降るぐらい。やっぱりちょっとあの今年はちょっとやってみるかっつったら、やったらやっぱりちゃんとできるんだなってなって。今年はやっぱりコロナですよ。だから去年やろうとすらしてなかった。してなかった。そう、だから俺はもう、そして俺とみきおさんはやったらできることを知ってるけども、無理なんだ、無理なのな、無理なんだって言うから、しょうがねえ、うん、これで書けるね。いや、だからそのなんていうのかな、本当はもうこれぐらい気持ちがこんなもんに言ってなかったってこと。だからそういうことだね。そういうこと、それを言ってた。気持ちが言ってなかった結果、ね、うん、今年はやる気を出したら、そうそう、人並みに取れたという。そうだね、どうでしょう、今年はやばかったから。その要するにそのコロナでどうなるか分かんないし、乗り組みにしてたら去年もやばいから。いや、まあそうだけど。うん、去年から今年ぐらいのガッツがあれば、去年もまあまあ、いや、まあまあ言ってた、まあなんもんでしょ、うん、やっぱり追い込まれたら、そう、人は追い込まれないって動かないってことです。人は俺だけじゃなくて、みんな。で、去年は追い込まれてなかった。追い込まれてないというよりは、追い込まれてたけど違うことに力をその発揮しなきゃないかったから。そう、ね、そう、これその粉まで気持ちを集中するよりは、お店の方を何とかしなきゃなかったからってことですよ、うん、けど我々には、我々乗組員にはそれ関係ないから、親方の気持ち。なるほどね。そうそう、滝尾さんだったらなって思いながらやってたのが、今年やる気を出してくれてよかったなっていう。そうそう、で、まあ来年ですよ。で、その来年ですよね、はい、コロナでさ、ちょっとどうなるか分かんないから、お店がさ、やばいからさ、やっぱりできればそのたけし君もね、組合員になってさ、そうそうそう、周屋が船を買うって言うから、そうだったら俺は八幡丸が、うんうんうん、やっぱりそうだよな、滝尾さんと三木尾さんの時から乗ってるから、うん、まだまだまだいけるから。そうだよな、うん、だからできれば俺がやったら、少なくとも周屋の1年目の70万よりは取る、うん、おさすがと思ってるんだけど、ね、そのいけるよね。なかなかこの組合員になるっていうハードルがね、難しいんですよ、たけし君。いや、だから急に言い出すからちょっとなれるかなと思って、ね、昨日。いや、俺もね、いや、ね、東シャコタンのなんでみんなに組合の事務所になれるわけねえべやがったでしょ。いやいや、なれるわけねえべやの前に、
あのいつものセリーク組合じゃなくて、あ本当の組合ね、本部の方、うんうん、事務所の方、はいはい、あんまり行かないから普段、まあ、そうですね、あんまりね、うん、あそこちゃんとした、うんうん、役場みたいな感じ、そうだね、あそこに行って組合になりたいんですけどって言って何って言われて、お前だけなるわけねえべやって言ってね、まあまあまあ、いやまあだからなかなかよそ者、いやシャゴタンのさ出身の人でもなかなかこうやって組合員っていうか漁師にはなれないってことなんだな、漁師が後継ぎとかならいいんだよな、すぐなる、けどなかなかなれないんですよ、だから本当はもしその2層でやれればまずはそのなんていうの、うん、投資してこうやってもいいかなって思ったけど、いや結局いやその2層持ちでできないんだったら今の船で十分ってことだね、そうそうそう、うん、本当ね、徳島がやっぱりね、いや本当はやりたい、やりたいよな、なかなかや、みきおさんと一緒に俺ね、残念なんだよな、けどまあ一応そのまあチャレンジはしてみるということで、まあいや要するにみきおさんと俺とまあ誰か誰か一人スタッフね、だからスタッフのっていうかやっぱりこう乗って、周囲の方にも若い人は新しく持つ、うん、そうそうそう、だから雇用に少しでもこう雇用にね、ちょっとでもと思うんだけど、やっぱりそう、まあ、うまくいかないな、あのお前だから、まあまあまあ最初は竹下取れねえと思うけどみたいなこと言ってるけど、取れる、まあ間違いなく、おっと、そんなさ、まあ、この間みたいにドヤ顔でさね、あんな俺なんかしてやったみたいなこと言うけど、あれあんな態度で見てたらこんなやつの組合にしないって多分もっと謙虚な方がいいよ、それ、違う違う違う、あれやらされてるから俺、何よ違う違う違う、あのまあ周囲よりは、あそう、うん、俺よりはなんか今年ずいぶん俺が取ったみたいな感じになってるじゃん、おちょっと7時に来てふそしたらあのね、これこの自信あるみたいだから、自信あのぜひあのやらしてさ、うん、けどまあそれもこれもできないみたいだから、ダメだ、おめだけやらせねってことだやらせねっていうか、あのなんかいろいろ基準があるみたいな、確かにけど一つあるぞ、うん、方法は、うん、2代目だったらできるから、漁師の2代目、そうそう、俺の息子になるっていう奥の手がある、養子になる、養子になるっていう、田村武史、そうそうそう、 TT よ、いや TT ですよ、なんで俺ゆういちさんもじゃなくて俺の息子ってやつ現役だけやまだ、いや何よ、俺が後継ぎってこと、あそう、ほぼ同じ頃に死ぬと、いやそう、いやいや同じ年だから、まあ、養子に取る、要はそういうことなんだね、家族なりとかなんだよ、ああ、まあ書類上持ってって持ってって養子ですからってそういうこと言ってるからそういうこと言ってるからだ、もうあいつらダメだってなるな、俺はもうそんなちゃんと、いやちゃんとやりたいことだった、暁にはちゃんと、そうだね、ちゃんとやりたいことでしょ、俺は、ね、いや分かる分かる、うん、なんかそういう感じでこういうことやってるから、なんか本当に俺はそうなの、ちょっと多分ね、組合の人見てるはずだから、おそらく、そう、なんも彼はふざけてないから、本当になりたいって前から言ってたんだけども、そういうことだ、ね、けどね、こうやってでこういうことするとでもうどうせまだふざけてるんだもんってなるから、まあ、まだ要するに夢諦めてくださいまだ同じようなの一人増えると思われる、まあそうだな、うん、どうしてもやりたいって言うなら別に俺の息子になるのは別にいいぞどうしてもその子供やりたいって言うなら、うん、まあ俺が親父になるのはまあやぶさかではないっていうお父さんになる、そうだ、まあそれだったらまあいけるかもしれないっていうことで、ということでね、ちょっと来年ね、どういう体制になるかわかんないけど、まあ、おそらく無理でしょ、まあ、たけし君の、どうだろうな、まあ、その、普段の漁師との付き合い方じゃないか、俺、漁師じゃない理事の人が、やっぱり、その、いや、俺じゃないと思うよ、これは、あ、そ、何がよ、いろいろあるんだね、ここに所属してるから、いろいろあるんだ、いろいろあるんだって、まあ、ごめんね、なんかね、え
似たような似たようなのまた増えてまうっていう思われてるの。本当は本当にちゃんとちゃんとね、俺だから3ヶ月以外は無職だから。そうだ、いつも出稼ぎ行ってるから。3ヶ月後で無職でさ、ねえ、で出稼ぎ以外にね、ちゃんとやっぱり、だから周囲がそう、八幡辞めるって言った時に、そう、あ、じゃあ俺もやれるかな、なんか俺にもできることあるかな。そうだろうな。けど残念ながら誰も協力してくれないんじゃない。聞いたのそれ。おそらく無理だね。俺もなんとなく思う。いやだからせめて俺ができることって言ったら、うん、親父になることぐらいかなって思って。申し訳ない。それはだって確実じゃない。だから田村に関わったおかげでさ、せっかく昔から漁師やりたいって言ってもなれないわけだから。さ、だったら覚悟を決めて俺の息子になるかってことよ。いやそれ確実なの。いやだからまあ一応たけしは何に自分で動いてみなさい。いやいや息子になったら絶対なれるよ。もれるべ。だって二代目だもんね。何の二代目だって言われたんでしょ。だって二代目なら家族ならいいって。いや家族とかならなれるんだけどね。なれるんでしょ。じゃあ家族になろうよって話だね。何ももたないよ。あ、そう、うん、いやまあ聞いてくればそれで。じゃあ家族になったらいいんですよねってもう一回聞いてくれば。家族ならいいんですよねって。まあ普通にまずはさお願いしてみてさ、やりたいんですよっていうことで、でダメならまあじゃあ家族になるっていう方向でも少し考えてみようかな。まあないだろうけど、まあそれないだろうけどさ、まあということで、そのコナンもね、せっかくだったら2層で、ね、コナンもやりたいなと思ったんだけど、なかなかまあそう簡単ではないということでしたね。ね、これも簡単なもんでないから。そうだ、ね、うん、まあできればいいけどな、確かにっていうところだな。ということでした。70万から2年目は300万とで、必ず前年度よりも増やしていくっていう目標でね、来年は400万、とりあえず目標は頑張ろう。はい、ということで以上です。ではまた。はい。